2018年の千葉ロッテマリーンズでは2018年シーズンについての千葉ロッテマリーンズの動向をまとめる。この年の千葉ロッテマリーンズは井口忠人監督の1年目のシーズンである。前年最下位に沈んだチームは引退したばかりの井口忠人を新監督に据え複数のコーチを迎えた。ドラフトでは清美や幸太郎の抽選に外れたが、 同じく高校生スラッガーの安田証券を1位指名。安田を含めて8名を獲得した。外国人選手はチェーンを除きすべて一新され、投手ではエドガー・オルモス、マイク・ボール・シンガー、棚足・パーズ、野手ではマット・ドミンゲス、フランシスコ・ペゲールを獲得した。オープン戦は8勝4敗2分で2位だった。セーパ交流戦本節では、 前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合と、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、 対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については記載しない。本節では本シーズン開幕から終了までの入り対談について記述する。ありがとうございます。